休み気分ではないです 休みなんですけどね。はい、リラちゃん、リラの卒業公演無事終わりました。はい、レポートは難しいっていうよりも、なんか、なんだろう、動画とか見直して文字に起こさなきゃいけないから、そっちかな、そっちの大変さです。なんか難しいってよりも文字書くのが大変って感じ。字数とかも結構やらなきゃいけないから大変って感じ。うん、でリラの卒業公演はやっぱ涙がねありました。そう、うん、なんかリラのね、リラのあの最後のスピーチみたいなところとかも、そう、なんかすごい来たな、私も分かるところもあったの、聞いてて気持ちとして確かにそういうことあるよねって。そう、ずっと大好きな AKB 入ってっていうところからも、なんかすごいリラの気持ちが入ってて、言葉一つ一つになんか AKB が本当に大好きな AKB に入れてみたいなところから、すごいね、なんか映っちゃって気持ちが。うん、でその後いろいろ頑張り方も分からなくてとか、そう、頑張らないといけないって思っても、頑張り方どうやって頑張ればいいのか分かんなくてとか、あとどんどん周りと差がついちゃってとか、なんかそういうところがすごくね、なんか共感できて、私は。そうだよね、頑張り方って難しいよねとか、周りとやっぱ差がついちゃって焦ることもあるし、そう、リラとそういう話をねあんまりしたことがなかったし、そうやって感情的にすごくいろんなことで感情的になって話してるリラを、喧嘩とかもしたことなかったから、そうやって感情的にね、喋ってるところとかも見たことなんかほぼゼロだったから、だからそのウェイティングルームを卒業公演の曲に選んだ理由も初めてあの時知って、あ、そうだったんだって知って、うん、すごい新しいまたリラを見れてすごく嬉しかったです。で、ウェイティングルームの歌詞がまたいいんだよね。なんかすごい込み上げてきちゃって、ウェイティングルーム歌い出した瞬間で、リラの顔見たらまた余計に来るし、うん、最後お礼してる時なんかね、なんかあげたくなかった。最後のお礼の時、ありがとうございましたって言い終わった後のお礼の時に、これ私がてか顔を上げちゃったら終わっちゃうって思っちゃって、なんか上げるのが怖くなっちゃって、もうこのまま時間が止まってほしいみたいな、そんな感じで思っちゃって、顔上げちゃ終わっちゃう終わっちゃう終わっちゃうみたいな。そう、そんな感じになってましたね。いや、本当にいい公演だったな。うん、あと、なるのなんか手紙も良かったですよね。うん、やっぱいろんな時に支えてくれたのがリラだったんだなと。うん、だって私その1ヶ月ぐらい多分長く喧嘩してた時のやつ
時かな。あ、違うか。なんかよく喧嘩してたんですよ、本当にリラナルさん。で、沖縄のイベントのなるちゃんの誕生日の時に喧嘩してて、なるちゃんと多分リラが。で、その時私は、そう、なるちゃんと一緒にね、行動してたから、なんか真ん中にちょっと立っちゃってたから、変に。懐かしいなぁと思いながら、喧嘩のエピソード聞きながら。なるにとってすごくリラの存在が大きいことも分かったし。なんかね、おばあちゃんになってもよろしくって言葉がすごい良かったですよね。ね、裏話か。なるちゃんも頼まれちゃった。逆に私がなるちゃんにすごい支えられてるんだけどね。でも今日の公演やってて、なんだろう、なるちゃんもそうだけど、なんだろう、リラにはたくさんのものもらったなってすごく思った。やばい、今日泣いちゃうな。なんか涙ぐむな、すごく。そう、なんか本当にいろんなものもらったなって思う。そう、最後のね、お見送りの時にね、ゆうなが泣きながらね、なんか、そう、リラがね卒業しちゃうのやっぱ不安だなってなっちゃってて、で涙ぐんでて、なんかすごい私もそれ見たら涙ぐんじゃって、で私も何でも話すから下も何でも話してねってね 涙ながらになんか言ってくれて、なんか。すごい、心が温かくなったというか、なんかこういういろんなね、また友人というか、リラにはそういうのももらったのかな、いい仲間をもらったのかなとかね、思いました、本当に。なんかね、味方でいてくれる友達ができたというか。だねー、もう本当に涙です。ああ、そこで終わりじゃない。また集まれたらいいな、卒業しても。やっぱ会う時間とかすごい減っちゃうと思うんだけどね。時間合わせて。でもほんとね、よく「タオセリラユーナ」の4人でお泊まりしたりだとか計画するんですけど、まあ何回かやったことあるんだけど、
やっぱね、このご時世でなかなか難しくてね、もう延期延期が続いてまして、なんか集まろうってなったら緊急事態宣言出ちゃったりとかねして、なかなか集まれなくて、もう延期を何回もしてるので、早くね集まれるようになったらいいなとは思います。お泊まり込みでみたいな。リラお弁当食べてるのね。そう、タイミング難しいんだよねっていう。あ、ディズニーね、懐かしい。ディズニーはでもね、あれね、ユーナと私とセリカとひなこで行ったんですよ、一回。そうだから、またリラも含めて行きたいよね。なんかまださ、実感湧かない 実感湧かないな。だってなんか実感湧かない。卒業公演やったんだけど全然実感湧かない。明日とか普通にいそうって思っちゃう。そう、人数増えるとスケジュール合いにくくなるんだよ。そう、まあ、特にいつもごめんってなるのはちょっと私なんですけど、本当に申し訳ないんですけどね、早く集まれたらいいなって思います。そうそう、エイトの日も普通に出そうじゃん。てか出てほしい、ゲストで OG みたいな、 OG 枠で出てほしい。エイトの日に実感するんかな。あ、でちょっと公演中も結果言いそびれちゃったし、ツイートでも結果なんか書きそびれちゃったんですけど、私の今日の髪型珍しいと思いましたよね、多分皆さん。あれ実は、ハーフツイン、あれ実はリラからの、そう、リクエストだったんです。そう、リラに髪型何がいいかなって言ったら、ハーフツインみたいに言われて、ああ、じゃあいいや、それにするって言って、それにしたんですけど、ハーフツインは、今日の髪型はリラからのリクエストでした、実は。イエーイ。ひーちゃんに髪型何でも似合うね、したおって褒めてもらったよ。はい。今日はだからすごいアイドル全開で頑張った。私のツイン貴重だから、ハーフツイン貴重やから。明日はほんと5時台に起きるので、私ちょっと今日早めに配信終わって寝たいと思います。ちょっとメイク残ってるっていうよりも、なんかもうがっつり残ってます メイク落とさず帰ってきちゃった。メイク落として帰ってくればいいな。帰ってくればよかったな。みんな頑張ろう、明日も。私より多分もっと早起きの人もいると思うから。乃木坂に越されました。ちょっと明日早いから見ずに寝ちゃいます。そう、寝る時間がもうね、5時間くらいしかないんだ。そうだから早く寝る。お風呂も入ってないのに。
みんな早起きの人も遅起きで仕事の人も、遅起きって言ってもね、もう明日お仕事の人もみんなしっかり休んで乗り切ろう。本当に頑張りましょう頑張りましょうね。じゃあ皆さん、なんかすごい手が傷だらけってことで、ちょっとランキングアップして終わりたいと思います。13位からいきます。相談してる方だけ。13位ヒョーパンさん、13位おめでとうございます。そして12位がナンナ48さん、12位おめでとうございます。そして11位がフィンの 4B さん、11位おめでとうございます。10位がウィンパディさん、10位おめでとうございます。そして9位がテオネオさん、9位おめでとうございます。そして8位がピルケウちゃん、8位おめでとうございます。そして7位がピーシアさん、7位おめでとうございます。そして6位がミッチー、5位がミッチーさんですね、おめでとうございます。ちょっと順位が変わりまして、12位にウィンパディさん、12位おめでとうございます。多分読んでない方をちょっと読んでいくね。8位がシマヤンさん、8位おめでとうございます。そして7位チルエヘギョンに近いよ。そして6位がジアリングさん、6位おめでとうございます。そして4位が星侍さん、4位おめでとうございます。そして3位がケンちゃん、3位おめでとうございます。そして2位がチキンさん、2位おめでとうございます。そしてイルイ、イルイみなさーい。あ、待って、写真撮ってなかった。はい、チーズ。はい、あ、携帯落としたはい、じゃあちょっと私の方もいきますね。じゃあ皆さんの方、何ポーズがいいかな。今日何ポーズしたっけ。8ポーズ。はい、チーズ。ちょっと今日は歌なしなんですが、30日にはサヤリンと2人で、対談させてもらってるビッグワンガールズさんが発売されます。みんな雑誌たくさんで嬉しいね雑誌たくさんで嬉しいね。8月にもいいお知らせできると思うのでお楽しみに。ということで、明日もね、配信はでもこんな遅くないかもな。明日は多分ね、10時台とか9時台くらいにはできるかなって思います。じゃあ皆さん、おやすみなさい。チャージャオグナイカラタリサオドカワンガン、おやすみなさい。またね。